久しぶりだね、金谷さん。はい。はい。もうどのくらいだろうね。だいぶ一緒に撮ってない気がしますけど。そうですね。はい。何回か、4月ぐらいかな、はい。キャノンさんのお話を、はい、SDGs の。はい。で、キャノンの、複合機を入れると、うん、二酸化炭素の、排出権と言われるもので、まあ、要は、1トン、はい、1万トンって言ったら1トンだよね。1トンだと思います。1トンだよね、はい。カーボンニュートラル、うん、オフセット、うん、まあ、要は二酸化炭素を、企業体で削減しなきゃいけないんですけど、うん、まあ、削減できない企業はその排出権を持ってその企業が出している二酸化炭素を削減したことになるというので、うん、キャノンさんのプリントを入れると、うちの法人では1トン年間1トンの、二酸化炭素を減らしたことになりますという、紹介のどっか概要欄貼っておきます。はい、はい、それでですね、キャノンさんってもう、はい、まあ、そういうことの取り組みすごい、まあ、もちろん大手なんでね、うん、やってらっしゃるってことでその話を聞いてたら、はい、まあ、見に行きたくなるじゃないですか。そんなにすごいのかと、うん、本当かと、はい、で、まあ、ちょっと無理言ったらですねいいですよってことで、うん、オフィスツアーっていうので、品川の本社ビル行ってきました、うん、めちゃめちゃすごい。そうなんですね。何がすごいってね、はい、品川駅がすごい。もうびっくりしちゃって田舎者だからほーなんつって、マイクロソフト の日本の、日本法人のとかもあって、うん、もうね、とにかく品川がすごくて、で、まあ、キャノンさんの本社ビルもさすがですね、見上げましたね。で、まあ、本当のオフィスツアーだと、まあ、要はその、はい、いいとこしか見せないんですけど、今回はまあ特別に、はい、実際の業務してる事業本部も入れたんですよ。すごいですね。いや、本当にね、竹島さん、一応やってるんですけど、僕もちょっと今日業務もやってるんで本当自信ないんで、目はつぶるとかつぶってくださいって言われて、はい、その実際の業務してるオフィスに本当は入れないんだけど、入れていただきました。すごい。すごいですか。ね、マジで、はい、まあ、ご椅子をすごく大事にされてるんですけど、マジでね、ちょっとのボキャブラリーがない人と思われることを覚悟して言うと、綺麗、はい。もう本当何にもないのよ。物自体ってことですか。そう、ちゃんとそのもちろんね、棚の収納の棚とかあるんですけど、うん、でね、ゴミ箱がないって言ってたの。へえ。本当にね、一人一人のゴミ箱とかがまずない。で、ゴミ箱あるからゴミ捨てになってる。へえ。わかんないでしょ、なんか言ってること。うん、とか、まあ、印刷をしてよ。まあ、過去ね、そのプリンターにそのまま放置される紙が3000枚とかあった、うん、だからそのゴミ箱がないかったら捨てらんないから。そうですね。だからね、考えるようになるんだって、うん、で効率的に仕事をすることを考えるようになるので生産性が上がって、うん、まあ、利益も上がりますと、うん、で、まあ、物がないんでね、全然、うん、ごちゃごちゃしてないから、もう本当で、何、ホチキスとか、よく個人でいっぱい持ってるんじゃないですか、うん、はい、でああいうのもない。もうそもそも袖がないから、みんなパソコンで、個人用のロッカーだけ唯一こう1人ずつこうボックスが与えられていて、はい、まあ、それもね、もう端っこにビシャーって並んでるだけ、うん、で、そのオフィス空間には全くない。そうやってね、もうありとあらゆる工夫がされていて、うん、はぁ、すげえなー、もう単純にすげえなって思いました。うん、でね、でもすぐできることはやっぱゴミ箱なくすことだった、うんうん、なんかね、そうやって SDGs の実際の取り組みをね、うん、キャノンさんで見てきました。
で、うちの法人としては、まあ、とにかく SDGs はあの今年重点取り組み課題としてやりますと宣言してますから、はい、あの千葉 SDGs パートナー宣言もやりますし、はいはい、あのなんかそういうことをであのキャノンの田中さんにも来てお話ししていただくので、はい、これからねうちの法人がどんな風に変わっていくのか、はい、楽しみだなっていう風に、感じた品川でございましたもうマジ迷子になってさ。迷子になりますよね。あの行きはまだね、Google つけて行ってたところだから、帰り、まあ帰れんだろうと思ったら、ね、帰れなくて、であの掃除してる人にすいませんっつって、はい、品川駅どっちですか、あっちなんですけどって言いながら、何百メートルかもうずっと先導してくれて、へえ。なんかあの東京の人って冷たいって思ってたんだけど、東京の人もあったかい。田舎者にあったかかったよ。あの何エスカレーターまで一緒に上がってくれて、でも優しいですね、そこ行きですっていうところまで、ずっと、そして歩くのが早いので、ついていくのやっとだった、はい、まあ、そんなところで、まあ、昨日はね、キャノンさんを、写真も撮ってきたんで、あとちょっと載せてもらえればなと思いますが、はい、分かりました、はい、というわけで、やっぱりあの持続可能な、ね、地球、この大切な地球を僕たちも一緒に守りたいなって決意新たにしました。というわけで今日おしまいです。ありがとうございます。つがちゅわーし。今日はキャノンさんにお邪魔しました。SDGs の取り組みを見せていただくんですけど、まさかこんなね、うん、すごいです。素晴らしい。なんかもうビルでさえ驚いたのにこれですよ。すごい勉強になりますね。